はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、石井ちゃんです。それでは浅井長政の第3ステージですね、始めていきましょう。さてさて、レベル23まで上げましたね。結構今強い感じになってるんじゃないですか。長政様、お話がある。お、なんでしょう。いつか、ちょうどいい。私にも、うん、この話聞きましたね。よし、カットしていきましょう。アリジャとの件、すまなかったと思って。で、今回は、こうお尋ね者も出てるんで、海賊要塞、に行きましょうかね。アリジャと敵対しようとは。ちょっと姉上を説得しきれる私を、お尋ね者の、あ、割引中だ。いいよ。あ、でもこんなのが割引されても意味ないですね。位置が悪いから。何、このなんかジャン、一番この商品の左側に京って書いてあると思うんですけど、これ強化品っていう意味で、バサラヤ購入って上の欄のところに武器、強化品、遊戯書、楽曲、セリフってこういろいろジャンルがあるんですね。で、今回はその強化品のところに、割引中ってあるんで、この強化品ってこの2つしか今のところないので、これがあの5割引きと2割引きですよね。まあでかいんですけど、まあちょっと買わずに行きましょう。僕が今欲しいのはお尋ね物探しですね。2つくらい買ってみましょう。はい、購入しました。ではでは、合戦準備ですね。武器はあのままですね。で、今使ってる武器がですね、まあ結構いろいろ、おみくじとか、何でしたっけ、定石でしたっけ、使って結構レベルというか、武器の力を上げました。つまり、僕はもうこの武器でいきますよって決めた感じですね。あの、同質っていうのは、属性がつきますよ。動力はその属性が出るのは出るんですけど、出る確率が高くなりますよっていう。毎回毎回属性が技につくわけじゃないんですね。なので出ます、属性が。で、動力でさらに出る可能確率を高めます。で、この主力っていうのは防御力が150ぐらいアップする。で、あの極ってついてる、なんで水石ですかね。あれは、なんか、まあ、盾とか持ったやつを倒すと定石が出やすくなるっていう感じですかね。はい、ちなみに1はレベル4です。では早速お尋ね物探しをつけて、いざ進軍行きましょう。完成したぜ。海賊要塞百鬼富岳。富岳って言うんですね。こいつはどこまでも自由な船よ。何歳だ。おもちゃを好むは愛も変わらずだな。サイカって言いました。サヤカって言いました。なんかサヤカって前回呼ばれた気がするんですけど、もうあの二人がなんか死んだんですけど、手組んじゃったんですね。あの二人手組んだったら、もうただのなんかヤンキー夫婦みたいな感じじゃないですか。もうそうでなくても、あのさやかが、さやか孫一がもうヤンキーにしか見えないので、ヤンママにしか見えないので。はいはいはい、位置置いてくぞ。俺は赤い軍にいてよかった。
ね、殺。どうですかこの技。おめえら兄貴の夢をぶち壊す気かよ。あんたを雑魚とは呼ばねえよ。あ、飛び道具持ってるやついんな。こいつちょっと厄介なんですよね。あれ、これはこっちじゃないのか。これなんか、あ、いけるっぽいけどな。いけないんすかね。向こうなんかいけそうなんだけどな。この技が強い、この技が強い。これがマジ強いんですよ。あ、ちなみにこれ、これがね、固有奥義ってやつですね。すごい、一個ずつあの殺が、殺っていうのが、一危ない、一危ないぞ、そこにいたら一、ほら一バカじゃねえのお前。一そこだ、一危ない、そこ危ない、一危ない、あっち行け、一ちょっとこいつ邪魔を殺したいですね。うわっと、うわっと、落ちてくる時じゃなくても当たるだけでも結構食らうみたいですね、あそこ。見て、このダメージすごくないですか。ほぼ 3発でほぼ死ぬっていうね。あと1が攻撃してくれればいいんですけど、攻撃してくんない。武器弾薬は別の場所。破れないと必死だ。いや、すごいシンプルなステージっぽいですけど、でもまあ意外とこうシンプルなステージもいい、ナウトラの時もそうですけど時間かかったりするんですよね。本当にあの時のいい教訓にしてサクサクいきましょう。サイが孫一が強いのでね、まあ、使った時強いけど相手にする時はそんな強くないか。おいおいおい、これなんだ、よく見てから行きましょう。え、なに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 、あ、なるほど、ここにいけば大丈夫なんですね。航路確定、水平線とその先。今なんか一の、うわ、1もうバカじゃねえかっていうね。危ない危ない、もうここまで来ればもう大丈夫。しかもこの飛び道具があるというね。よし、あくだな。あの地図見ていただいたら分かると思うんですけど、ボスに行く前にあの鍵マークがあると思うんですよ。あそこで多分サイが孫一出てくるんじゃないかなと思ってます。そこまでには位置のあれを貯めといてほしいですね、ババサラゲージを。でギガバサラで一撃でいっちゃいたいなって思ってます。はいはい、こういう息の極みもガンガン使っていきましょう。おい、なんかわかんないですけど、あのギガでね、生きの極み、なんか長政の極みが溜まりやすい気がするんですよ。ほら、もう今一撃であんだけ溜まった、なんか溜まりやすい気がしてます。さあ、こっちでいいんでしょうか。うわ、これ怖い。どのようにすれば、まあ一回行ってみましょう。意志を回復できるというのだ。え、ちょっと待って、近づいてきないよ、これ。危ない危ない。危ない危ない、なんかいる、なんかいる、なんかいる。うわ、もう地獄ですね、地獄。うん。先進兵、壁。
千張り？危ない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 。お、あいつあの、あ、入っていってる。あん中に入っていく猛者もいますね。いや、なんか飛び道具使ってきてるやついるな。うお。あれ？あ、待って、向こうに敵兵がいる。なんか、鉄砲兵がいた。いや、あ、打ち返した、打ち返した、打ち返した。打ち返せる。打ち返せる、鉄砲玉。鉄砲玉来い。あ、打ち返せない。っていうかもう、パワーがやばい。あー、もう怒った。こう、裏にいるんだろう。こいつが。こいつを殺せばいいんですよ。あー、先に奪っちゃえばよかったっすね。ちょっとパワー回復させたいですね。さすがにこれちょっと少ないな。そしてこれを奪ってこれは強い、これは強いですね。いいっすね。はい、もう弾切れです。いきましょう。ほいほいほい、いきますよ。サクサクいきますからね。1、飛び道具には飛び道具だ。飛び道具っていうかこっちは1だけど、飛び道具には1だ。なんか実績も黒く取りました。来たか、来たー。これがかっこいいですね。あの膝に、いや今6個ポンって打ち上がったと思うんですけど、なんか2個しか取らなかったですね。はい、こいつももう瞬殺でしょう。さあ、息中にこれを使いましょう。息の極み中は攻撃力も上がってるそうなので、はい、半分ぐらい減りましたね。ほいほい、これザコは一掃できましたと。あとはこいつをじっくり倒していきましょうかね。はい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 、もうこの夫婦にかなう敵はいないでしょうね。とどめ、うわかっこいい。まあ、どういう理由かわかんないけど今もうマックスになってますね。オッケー、かっこいいですね。潮時ってもんがある。いや、まだそれじゃねえ。なんかあの、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつはでけえくせにこんな使って、あ、これ使えばあれ余裕だったかもしれないですね。孫一も、っていうかこう武器が今一番最弱なんですけど、これ貯めるとこう武器がこうレーザーになるんですね。たださらにレベル、多分レベル2とかで盾も光ったりするんですよ。あの日の丸みたいな、ほらこれ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 、この状態さらに行くと体も光るんですよ。それはどうやるのか分かんないですね。ちなみにお尋ね者どうやって倒しに行けばいいんだろう。あ、盾のバリアがなくなっちゃいましたね。あそこになんかあるんですけど、どうやって行ったらいいんですかね。いや、こっちで行ったら始まっちゃうかな。こっちから行くのかな。こっちからか、こっちからか、こっちから、あー、始まっちゃう、始まっちゃう。あんた鬼にちょっかい出していてただで済むとは思っちゃいねえよな。これがね、怖いんです。どのぐらい強いかっていう。ヨウソカベ君のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。いや、忘れてないんですけど。え、ちょっと、なんでこれ登れないの。あ、え、なぜいけない。
わしゃ行きたいんじゃ、行きたいんじゃ、あっちに。なんで行けないんだ。行けるはずなんだけどな。俺が直々にぶっ潰す。ちょっと待って、調査壁いないじゃん。ちょっと とりあえずこいつ壊しましょうか。確か後ろのプロペラみたいなとこ倒すと攻撃すると動きが止まるんでしたかね。動き出すときに危ない。もうこれ3と何にも変わってないですね。まあいいのか悪いのか分かんないんですけど、本当にもう3のまんま、もう何のカプコンさん別に何も変え、あの手加えてないと言っても過言ではない。やべ、やってくれたじゃねえか。いいぜ、このぞ見て、漏らしちまっても知らねえぞ。どうなるどうなる、ちょっと怖いんですけど。こいつ強い時マジで強いんでね、赤月丸。やべえ、スリーと同じじゃねえ。やばい、だからラスト。ない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 、危ない危ない決まるよ。足なんて飾りですよ。お、開いた開いた開いた、ここか攻撃するのは。よし、1、1、お前もやれ。なんかやばいやばい気がする、やばい気がする。おー、夫婦で絶命。あー、1、1、どこまでもついていきます。俺はちょっとお尋ね者を倒したいんですよ。お尋ね者、これなんでこっち行けねえんだよっていうね。行かせろや。なんであっち行けないんだろうな。こっちから行けばいいのかな。これ何、なんかちょっとこいつからこっち動きを観察してみましょう。うわいたら蜂の巣になってたよ。一体どこへたどり着くのであろうな。怖い怖い怖いっすよ。てかあっち行きてえな。どうやって行きゃいいんだろう、あっち。誰か教えてください。この下にもなんかあるんですよね。どうしたもんかな。ちょっと戻ってみますかい。戻ってみませんかい。ちょっとね、ちょっとだけ戻ってみましょう。こっちから行けるとかそんなことはないか。こっちから行けるとかそんなことないか。くっそー、今回は大量間違いなしですわ、アルキ。場所的にはここの上っぽいんですよ。ここ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 。どうやって行くんでしょうか。人大将の周りに敵兵が。ここ行けるっぽいですよ、地図では。地図では行けるっぽい。あぶねえ。さて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 、どうなってるんでしょうかね。これ敵か。あ、こ、うわ、上になんかある。どうやって行くんだあれ。はてはて、こうやってこれどうやって行く系みたいな、あの何でしたっけ、親方様のステージにもありましたね。上の方にどうやって行ったらいいか分かんないやつ、謎ですね。これどう見てもエスカレーターっぽいんですけど。いやいや、エスカレーターだろこれ。どう見てもほれほれ、エスカレーターだもんあれ。ううくそー、もうどうすりゃいけんだよあれ。マジで
もうこれ気になっちゃうと本当ダメっすね。まあいいや、ちょっとしょうがないからボスのとこ行ってきましょうか。この上も行けるんだよな本当は、多分この上で、そのまま真っすぐ行ったらあそこですね、お尋ね者。くっそ行きてえな。ちょっとまあ時間がないんでね、先を行きましょうか。これで壊すとこかな、何かを。そんなことないよな。高さ的にはこれでちょっと一段上には来てるので、こっから飛び移るとかなのかな。海を制する者、すなわち天下を制す。ではないですか。式だろ。こっちからはいけないですか。いけそう。いけそうなんだけどな。1111いけるか。1いけないか。これなんか壊すとか。負けるな。祝宴での再会を果たそうぞ。違いますね。いけそうなんですけどね、もうちょっとで。いけそう。いけないですね。はい、すみません、完全に時間無駄しましたね。すみません、見てる人つまんなかったと思いますけども、許してください。こっちからも行けないか。あー気になるな、こういうの気になるな。なぜ行けない、なぜじゃ。さてもう倒しましょうか、あいつを倒しましょうかね。いやほんと物々しいっすね。さあここです、ここです。あやばいやばい、これはやばい、これはやばいっすよ。でゴリゴリって来るから逃げて逃げて逃げて。もう百鬼丸倒した後にあいつが出てきたら、うわなんだこれ、なんか嫌なことするね、すぐにもうギガバサラ技ですぐとどめさせてやろうと思いますけどね、超スカベの。貯めときましょう。あ、まあ、なんかまだなんかやりだした。おい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 、うーおなんかザッペ増えてる。誰かを助け、クオを、そういうもの、私はなりたい。お、いい感じっすね。殺やばいやばいやばい、知りたくなかったらやばい、夫婦ともパワーが減ってる。やばいやばいやばい、なんか怖い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 。うおー、イチが死んだ。バラッバラですね。他に吹く風なんざ関係ねえ。何は嵐は俺が起こしてやるのさ。声がね、あんま好きじゃないです、この人の。焼くのそのボスが。あ、やべ、あ、イチが死んだからギガバサラ技が使えない。くっそ、よくもイチよ。その判断基準だよ、俺自身は関係なくないか。まあいいか、わざわざ餌をくれてドーン。あのドーンで殺したら気持ちいいでしょうね。これ今めっちゃ強いぞ、この体全体が青く光ってて、赤く光ってて、もう最後に出てきた元近が一番弱いっていうね。俺の鬼
むあ、ちょっとなんか出てる、ブキ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 、僕の海が、俺取っとかないと、俺を待ってる、はい、勝ちましたね。見出した、この結局なんかでもステージとしてはわからないことが多いステージでしたね。残念です。はい、これも戦国大名までしか行きませんでした。この戦が始まった当初、私は貴様を密かに尾張へ返そうと思っていた。兄様のところへ。ああ、だがいざその段になってためらわれたというか、手放したくなくなったというか、そのだな、一ずっと一緒にいてもいいの？この先何があってもずっとそばにいてくれるの？こういうのは疲れますね。当たり前のことをいちいち聞くな。マリセ、貴様は私の妻なのだからな。ありがとう、長政様。絶対に離れないでね。この後お市は、柴田勝家と再婚します。一発の男も気取れるじゃない、長政。京極マリアは何なんすかね。全て上から目線で一体な、何なんでしょう。さあ、次なるステージはドラマルートとか発生するんですかね。何やら真夏なる気配が。こっちだ、獲物の匂いだ。お、これは初めてのステージじゃないですか。織田方が動き出しました。お尋ね者発生、つまりは悪です。お、ドラマルート発生。あー、ドラマルートが加賀温泉なんですね。ドラマルートよりもこの安土城行ってみたいですけどね。それよりさっきなんか又兵衛がなんか走ってたのが一体何なんだ、何だったんですかね。まあ、これ行くよりはこっち行きましょうか。織田安土城の方がいいかなと思います。それでは第4戦目でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。